はい、どうもマコです。今回のテーマはですね、スノーデイというテーマでやっていこうかなっていうふうに思います。今日はですね、こちら雪がですねザクッと降っておりましてね、積雪しております。まちょっとね、今傘をさしてるんですけどね、だいぶね雪が、まあ、積雪しててね、僕雪をね普段見る生活がなかなかね地域的に少なかったので、積雪にね遭遇する機会っていうのがだいぶレアになったので、やっぱねこういう日になるとね、僕はちょっとテンションが上がってしまうタイプなんですけどね。皆さんどうですかね。まあなんか地域によってやっぱ雪が降りにくいところとかやっぱ多いじゃないですかね。まあ僕は大阪に住んでたので、雪がね年にね1回か2回ぐらい降って、で積雪するのもね3年に1回とかだったので、こういう日はねだいぶテンションが上がっています。今日はね近くの公園に来てますのでね、まあ、ちょっとカメラを変えていこうかなというふうに思います。はい、ということでね、だいぶ雪がね積もっております。向こうでねわんぱくなキッズたちが雪合戦をね繰り広げてますけどね、僕もね小学校の時は雪降るのがすごく珍しい地域だったので、雪が積もった際はね1限目2限目っていうのがね休みになって、お外でね雪で遊ぶみたいな時間が作られてたんですよね。皆さんの地域はねどうでしたかね。地域によって変わるとは思うんですけどね、やっぱね雪が降るといつもの景色っていうのはだいぶ変わるので、やっぱすごく珍しいですね。ね、なんだ、俺が。ピッピー、ピッピー。おー、冷た。あー、でもなんか、久々の雪の感触ですね。雪合戦してんの、はい、おー楽しそうやん。いや、 やっぱね雪が積もると僕は何かとねテンションが上がりますのでね、まあ、ちょっとしばらく遊んどこうかなというふうに思うんですけどね、キッズたちにねあのお邪魔をしてしまったのでね、まあ、そこは申し訳ないんですけどね。まあなんか楽しそうだったのでね、まあ良かったなというふうに思います。まあ、僕もね、小さい頃はすごく雪合戦とかはしてたんですけどね、皆さんの地域はねもうすでに雪降りましたでしょうかね。僕はねやっぱ雪が積もるとすごく珍しいので、ね、しばらくはね、まあ、ちょっとこんな感じで、キッズたちと楽しもうかなっていうふうに思います。まあただねやっぱだいぶめちゃくちゃ寒いのでね、まあ風邪をひかないようにねまして、まあ、僕はこのままちょっとキッズたちと戯れながらお家へ、帰りたいなっていうふうに思います。まあ今日はねちょっと雪が積雪積もりましたということで、動画を撮りました。では今回はこの辺でバイビーン。